マネジメントモード実況4回目の今回は1年目11月2日からのスタートになり、 GM の手腕の見せどころ1年目オフシーズンをプレーしていくからね。ここで多くの選手を獲得して戦力補強をし、また球団経営の部分でね、多くの契約も結んでおかないと、そもそも来年2年目プレイできるかどうかまだわかんないからね。まあ、やることやってとりあえず1年目シーズンを終わらせていこうかなと思ってますのでね。まずはですね、権利契約ですね。このオフも多くの権利契約を結んで資金を調達しておかないと。球場の看板スポンサー探しよろしく、2人で行ってこい。あとファンサービスとかね、ファン人気も低い球団ですから、これは小寺ちゃんに任そうかな。どうしようかな。選手のサイン会とか、ファン感謝祭とかいいかもしれないね。こんな弱小チームを毎日見てくださってた方もいるんでしょうね、おそらくね。そういう方に感謝するんです。来ましたよ。オフシーズンの目玉、まずは引退選手と自由契約選手の情報が入ってきました。どうなの、ビッグネーム並んでるんじゃないかな。うわー、いきなりレジェンドの名前だらけじゃないか。中日やばいだろ、来年やっていけんのか。これ2015年ということもあるので、山本昌50歳32年目での引退。またガッツ小笠原も42歳での引退ですね。岩瀬もここで引退すんの、もうちょっとできるでしょこの人ね。それ以外にもいるよな。うわー、こっちにも結構豪華な名前並んでますね。悲しいな。まだまだできるんじゃない。まあ、自由契約選手っていうのもいるらしいんで、まあ、取れるのであればなんか取っていきたいですけどね。懐かしい選手の名前が結構映ってましたね。以上、引退選手情報でした。取りたい。全然うちに来てもらえれば全員できるよ、野球ね。やろうよ。引退するには惜しいやつ大量にいたぞ。これ次 FA 選手の情報何いるの。プロスピ2015年の1年目オフは楽しみだぜ。 FA 交渉はトータル3回まで交渉可能で、行わなくても構いません。行わないという理由はないでしょ、弱いんだから。もうやるよ。オフシーズンに入り各球団から FA 権を酷使する選手が、出てきました。今オフの注目の FA 選手は埼玉西武ライオンズから FA 宣言した岸か。欲しいな。リアルだと楽天に行きましたけどね。どこに行くの。いや、戦力になることは間違いないですから、取れるのであれば取りたい。うわ、それ以外にもなんかビッグネーム並んでないか。で、坂本もいるじゃん。おかしなことになっとるでこれ。何今季の FA 選手は9名の選手が FA 宣言したんだね。また、各球団から自由契約になった選手、契約切れになった選手含めて37名が交渉対象になるので、いや、これもしかしたら結構いい選手取れるかもしれないね。ただ問題は坂本がね、FA になっちゃってるんで、絶対引き止めていかないと。今抜けられたら困るわ。あんたがこれからもショートで守っていくんだよ。ちょっと一覧見ていきますけどね。FA するのは岸、宮西、楽天の青山、坂本で畠山。で、ヤクルトの、中日の高橋ですね。で、もう一人、ロッテから今江。で、本田もですか。住谷もだ。こんな感じかな。で、それ以外の選手は自由契約だったり、また、契約切れですね。バンデンハークとかもいれば、バレンティンとかもいますから、まあ、これはですね、契約をそのままするのであれば、その球団に残る可能性もありますが、それ以上に高い金を払えば、うちにやってきてくれるかもしれないからね。グリエルジュニアとかもいるわ。これは別にいらんわ。あまり欲しくないかな。サンチェスとか懐かしい外国人ばっかじゃねえかよ。このようになってますのでね、ちょっと欲しい選手が大量にいますので。お金を惜しみなく出していこうかな。そして取っていこうかな。よだれが出てきたぜ。いや、マジな話。竹宮さんだ。また来ちゃいましたって。しょっちゅう来てない。毎週来てるわ、なんなら。そうだよ。これね、前回から続いてですけど、これ、秘書にスカウトするっていう話をですね、ずっとしたかったんですけど、その度になんか、まんじゅうのイベント、ようわからんイベントがあって話できなかったのね。これ、秘書をスカウトしていきましょうよ。なんか優秀そうだしね。実はうちの秘書になってほしいんですけど、どうかよろしくお願いします。土下座までします。何この間。やめておきます。土下座までしたのに、なんなら足なめる覚悟すらできてたのに、それご褒美だけどね。どうしてですか。私なんかでは力になれないと思います。他を当たってください。いやいや、力になるなれないはこっちで決めることやからね。失礼します。なんか悲しそうな顔してるし、ネガティブすぎるでしょ、あの子。その上なんかユキノちゃんの信頼度も下がるし、俺が悪かったってわけじゃないでしょ今のね。ようわからん。またね、なんかあるんじゃないですか、掘り下げていけばね。ピーマン GM さん、 FA 選手の交渉はどうしますか？いや、やりますよ、やります。これしないってなったらそのまま終わると思うんでね、やることやるよ。欲しい選手がたくさんいるんだからね、交渉します。一度の FA 交渉で使用できる金額は最高99億9900万とのことでございますね。そんな金持っとるか払えるかってか、そんなね、いっぱいいますね。さあ、誰と交渉するのか。まず最初に一番欲しいものと交渉しておかないとですね、おそらくこれ他球団に契約で結ばれて取れなくなると思いますので、まず何が欲しいというよりかは、坂本さん、あなたに今抜けられるとすんごく困るの。うちから FA してますけどもね、いろいろと条件が書いてますね。好感度がなんかやたらと高いんですけど、4あるってこと ?5 つ中4あるっていう、かなり好かれてるね。で、予想契約金が1億9200万払えばいいのかな。で、巨人に愛着がある。来季もこのチームでプレーしたいって言ってんなら、お前 FA 宣言すんなよっちゅう話だろ。一応してみたんだね。他球団の評価聞きたかったんだね。そういうことでしょうかね。いや、これからもまだまだ伸びる選手で、もう球団の顔ですからね。これ抜けられたらファンもがっくし減っていくと思うんで、坂本くん、君は絶対に必要な戦力で、これからもこのチームを引っ張ってもらわないと困るので、まずは坂本と交渉といきましょう。これね、先ほども言いましたが、予想契約金っていうのが出てるんですけど、これちょっとわずかに上げて2億、こっちの方がキリがいいと思うんでね、この2億でひとまずオファーを出しますが、坂本がそれを承諾してくれるかどうかだね。坂本勇人選手との1回目の交渉を望みます。提示額は2億です。まあこれでもなんか安いような気がするけどね。坂本選手はジャイアンツに必要な戦力です。残ってもらえるように全力を尽くしましょう。やるべきことはやりますよ。どこよりも早く手を挙げたことで好印象を持ってもらえたようです。こちらの熱意が伝わりましたね。坂本選手の希望通りの条件を、提示できたと思います。有意義な交渉ができました。交渉の結果、契約合意に至りました。坂本選手のジャイアンツ残留が決定しました。 OK、 熱意を見せることなんです。お金とかね、あとは何て言うんですか、その球団の設備とかそういうところでね、やることやったら選手は残ってくれるし、別の球団には行かない。広島カープも丸の時にちゃんとね、金額という熱意を見せてたらこうなってたかもしれないね。残念ながら我がジャイアンツに来て今楽しそうにキャンプを送ってますけどね。まあそれはいいでしょう。とりあえず坂本を残すことができたので、もうガッツポーズですが、まだあとね、交渉ができるらしいんでやっていかないとね。ほんで阿部選手が広島カープとの契約合意しました。阿部自由契約になってた選手かな。他球団ほらいろいろとね、球団がとの契約っていうのがね結ばれてますよ。エグサ、横浜 DeNA ベイスターズに加入。朝倉ゴールデンイーグルス、伊藤日ハム、懐かしい選手も多いですね。やっぱ引退した選手とかもね。まだ終わってないですからね、続けてもやっていかないと。取れるものは取っていく。まだまだ取っていかないと。実質取ってないもんね。坂本引き止めただけですから、プラスじゃないんだよ。マイナスをゼロに戻しただけだ。こっからプラスアルファで取れるものは取っていく、そういう感じですね。あら、急に来ましたね。ドラフト会議11月24日。いやいや、これもメインイベントですからね。戦力補強してください。分かってますよ。私が見たところでは安定したセットアッパーを獲得したいですね。ゆきのちゃん、何なんだ言うねえ。あんたそんな優秀じゃないのに。あとはそれと即戦力となる一塁手も補強したいところですね。なるほど。それから今年注目の選手としましては、これまでスカウトから何度か報告があったと思いますが、高校層ではピッチャーの牧ですかね。まあ確かになんか変化球も多彩でね、これで高校生ということを考えれば、この先もっともっと伸びてビッグなピッチャーになりそうな感じですけど、ただね、やっぱこれから野球していく中で5年間なんだよね。この選手が5年後のすごい選手になってても、プレーできる年数っていうのが限りあるんで、まあ高校生を育成していくっていうのもいいんですけども、それよりも即戦力で使えるやつが欲しいんだよな、うちは。レフトの飯倉。何このよくなんか弱小球団に言いがちな足だけのタイプ。魅力ねえけどな、パワーもミート力もない。そんなんばっかやで、うちのチームね。大学生ではピッチャーの松本、右投げのね148キロ、まあ、正確な能力ではありません、取ってみないと分かんないんでね。ただなんか動揺って持ってるんですけどそんなやつは欲しくねえわ。センターの何て読むのちょっと読み方が分からんが、長打力が S、 やばい。左投げ左打ち、外野守れるなんか怪物的な選手おるけど、パワーだけやけど、そのパワーが初期からこれだけあるって魅力的すぎませんかね。怪物やんけ。で、悪い特殊能力もまあ今んとこは持ってないのでね、これは候補としていいな。で、社会人がピッチャーのいいのな、似たやつ多いな。まあこれは即戦力で使えそうだね。うん、セカンドでは東郷の6人、これが注目選手の6人ですね。これもいいが、セカンドにした守備能力がクソすぎるな。これ外野コンバートすぐした方が良さげなタイプじゃないの。この6人に関してはうちとの関係を他球団もよく知ってうちとの関係を他球団もよく知っているはずなので、競合が少なく交渉権が手に入りやすいと思います。手に入れやすい6人、かつ注目の6人なんだね。中でも高校生のピッチャーの牧と、こちらも高校生レフトの飯倉の2人をスカウトが指名候補に推していますね。あとこの2人はうちが交渉権を得た場合には前向きに入団を検討してもらえるらしいです。そうか、たとえこれさ、欲しい選手とのそのドラフトのあれ手に入れたとしても、選手がさその先入団するかどうかっていうのが決めるから、マネジメントモードでは例えば入団してこない選手っていうのも中にはいるんだよね。この説明見る限りは、ドラフト会議では入団契約交渉権を得た選手の中から、その後入団交渉で契約成立した選手のみがチーム入団し選手登録されます。やっぱりね。具体的な契約決定はドラフト後の交渉指示を行い、その結果報告時に行われます。契約は能力の高い選手ほど難しく、契約金も多く必要になります。契約金は選手の能力が70以上になると億単位の金額が必要になるので、球団資金を考えて選手を指名するようにしてください。だから目先のその能力だけだったり、そういうもので取るとこの経営の部分で苦しくなったり、もしくはね、誠意を見せられなかったらそもそも入団してくれなかったりってこともあるからさ、これ本当適当にやっちゃダメだね。まあ、ほんでさっきから言ってる通り、先ほど紹介された6人は入団交渉において他の選手と比べ契約が容易で、特にスカウトが指名候補を進める2選手はドラフト指名すれば確実の入団契約が可能ですとのことなんでね。じゃあこの高校生のピッチャー牧飯倉はまあ、下位で残ってたら必ず指名していた方がいいんじゃないかな。2015年プロ野球ドラフト会議やってきた。ちょっと本格的すぎてびっくりしてますけどね。普段パワープロとかでやってるものとは違うな。指名すりゃ欲しいものは取りゃの精神じゃ無理やで、これね。さあ来ました。まずドラ1の選手をね、選んでいかないと。全部で残る76人いるんですね。76人から誰を選ぶ？まあ、一通り能力見ていこうかな。まずはピッチャーから。これ横の能力が出てますから、あとそれ以外の能力もね。やっぱドラ1なんでビッグな選手を取った方がいいんじゃないかな。またこれ現在とか将来とかそういうのも出てるから、いろいろと見るべきところが多いですね。お、この選手は結構あれなんじゃないの、注目されてるね。日ハム、ロッテ、西武、カープ、横浜、注目度の高い選手、競合の可能性もありそうですとのことだ。確かに即戦力で使えるもんね。ステータスも80と高え。ただ将来がなんか三角ってなってますけど、まあ今がピークの選手ですからね。将来的に言うとやっぱ三角で表示されるんでしょうね、社会人の選手も。あ、でも社会人の選手の中でも将来が20○の選手がいるよ。そして能力も高いし、特に注目されている選手ではなさそうです。競合することもないでしょう。いや、これは結構欲しいですけどね。魅力的ですよ。まあ一通り見ていく限り、投手の中では能力の高い選手っていうのは多いですね。続けて野手を確認していきます。キャッチャーですね。今小林を起用してるんですけど、ちょっと打力がないから打力のあるキャッチャーが欲しいんやけど、まあそんな注目選手はいないかな。続けて内野手、藤原大学生か、かなり注目されています。競合は避けられないでしょう。めっちゃ注目されてるじゃないですか。やべえな。やっぱパワーがある選手はみんな取りに行くね。で、これ東郷ですね。これはだからね、注目選手入ってましたから、指名すればほぼほぼの確率で入ってくれるんですよね、うちのチームに。そういうことだ。で、まあ内野も一通り確認して、最後はちょっと外野。これなんかすごいのいるよ。パワー A、 さっきもいなかったっけ、パワー S のやつ。いたよね。あ、こいつだ。なんなの、えげつね。各球団からそれなりに注目されているようです。競合もあるかもしれませんとのことだ。いや、魅力的な選手ばっかでちょっと迷いますけどもね、やっぱ野球をする上で何を取らなきゃダメなのかってなったら、やっぱまずは投手じゃないですか。投手がいないことには野球が成立しないんで、投手でなんかいいもの、現在の能力も、そして将来的なそのビジョンで見ていってもいいものっていうのが欲しいですね。そう考えたらやっぱこの選手、中尾ですね。こいつ現在も丸ですし、将来的にも二重丸なんで、これから伸びることも期待される。うん。カットボールがえげつないですけどね。ちなみにこいつ何なの？先発が二重丸適正ですからね。あと中継ぎもできるとのことなんで、使えるね、この中尾くん。いいんじゃないのって。欲しいんじゃないのって。ただ注目されてないからね。まあ一本釣りできそうですけどね。ただ注目集まってる選手もこのようにね、いい選手っていうのが多いので、こっちも気になるし、本音を言うとやっぱこっちが欲しいですけど、やっぱね、そもそも指名できて取れるか、競合になった時にくじを当てれるかという心配もあるし、それで取れなかったらダメージが大きいからね。うん。やっぱそういうこと考えたら、ただ今目先の能力だけに釣られずに、うん、将来も有望なこの中尾くんですかね。僕はこの選手をドラ1で指名しようと思います。社会人の選手ですね。かぶるなよ。どうだ、ヤクルトが藤原を指名、ソフトバンクは岩立ですかね。あーでいきなり競合来たよ。これかぶったね。やっぱ人気選手はこのようにかぶりまくるよ。あの内野の大学生、うわうわ、何球団指名よこれ。今んとこ5球団がもう指名してる。あ、これで6球団目、最大何番まで行くの？で、僕は中尾で、最後楽天は？ああ、岩立ですか。最大6球団がこの藤原を奪い合うことになりそうですね。ただ、僕が指名した中尾はですね、これ、一本釣り成功です。他指名してないんでね。結局どこが獲得したの？あ、DNA ベイスターズだ。取ったんだ。これで1巡目は終了ということになります。目的のものは取れたのでね。まあ、この後、その交渉のところでうちに来てくれるかどうかっていうのは分かんないですから。続けてドラ2の指名だね。この外野のパワーある選手残ってんのか？あー、残ってますね。ただこの選手はね、大学生で現在の能力は丸なんですけど、将来的に三角って出てるのがちょっと怖いね。パワーだけってタイプだし、まあでもそのパワーだけのタイプでもうちに必要なんで、もしかしたら次の3巡目には残ってないくらいのやっぱ魅力のある選手だと思うので、また、うちとの交渉、スカウトとの交流っていうのがあるので、指名すればほぼほぼの確率で取れるみたいなこと書いてあったしね。ならばやっぱパワーの部分に惹かれましたので、こいつドラ2で指名といきましょう。ただまだまだ指名していきます。最大6人くらい指名できるのかな。何人できるのかは分からんが、指名できるだけ、欲しいものがいるだけ取っていくよ。で、3巡目は次ヤクルトからっていうね、こういう感じですね。ウェーバー制っていうのかな、これは。で、3巡目、何かいいもの残ってる？だいぶ取られてるけどね。続けて内野でなんか欲しい。あ、東郷残ってるじゃないですか。こいつね、打力はあるんだけど、ちょっと守備面が不安なんだよな。さっきも言った通り、これもうすぐさま外野コンバートしないと内野で使えないような気がするんだけどな。またエラー持ちでしょ。なんなの、イップスかお前よ。そんなんでよくプロのお前なんていうのを死亡届出したな。出せたなお前。外野手としてなら魅力的なんだけど、内野ということを考えればちょっと迷うけどね。ただやっぱもう3巡目ともなるんで、欲しいものは全部取られてるしね。まあ、とりあえずチームの穴埋めのために内野選手が欲しいので、まあ注目選手でもあったこの東郷、君を3巡目で指名するよ。これから育てていけばすごい選手になるかもしれないからね。4巡目。投手でなんかいないの？使えるやつ。これいいんじゃないの？高校生でね。なんでまだ残ってんのかわからんレベルですよ。現在の能力も高いしね、高波。で、将来的にね、なんかまたビッグな選手になりそうな感じもしてますから。即戦力で使える、かつ、将来的になんか良さそうなんで、はい、高波くん。なんで残ってんのかわかんないレベルですけどね。4巡目で指名しましょう。やっぱ1巡目、2巡目、3巡目っていうのは基本社会人とか取りますからね。社会人、大学生、あの辺を取るんで、高校生っていうのは下位で取っていくのが基本ですよね。でもうすでに選択終了してるチームが3球団もいる。大丈夫か？あ、広島カープもだ。あ、横浜もだ。いや、うちはまだまだ指名していくからね。杉山慎吾、特に注目されている選手ではない。本格派22歳か。どうだ、悪い特殊能力とか持ってない？あ、持ってないじゃん。ならいいと思う。これだけ球種が多彩だしね。これからまあ育てていけばそれなりの選手になりそうだ。現在は三角マークと表示されていてもね、これからは俺次第ですからね。うん、はい、なのでこいつを指名したいと思います。杉山慎吾、もうほとんどの球団が選択終了してますけどね、うちはまだ取りますよ。ピッチャーでいいものが残ってるんだったらね。この牧、さっきもなんか注目されてて、この選手に関してはもう指名するだけで入ってくるってことが確定してるんだよね。どうしようかな。中継ぎタイプなんだね。先発も一応できるけど、まあ悪い特殊能力も持ってないし、まあもしかしたら上位で指名した投手だったりに入団拒否される場合もあるからね。これだけ弱いと最下位なんやから、ということを考えれば、確実に入ってくるであろうこの牧という選手は取っておいた方がいいんじゃないですかね。うん、取りましょう。この選手、君に決めた。とりあえず穴埋め要員としてね。で、これで何巡目？もう6巡目だね。7巡目か。あー、でもう取ってんのうちだけだ。あと全球団選択終了してる。どうしよう。最後この飯倉、こいつも指名すれば確実に入ってくるからね。まあ穴埋め要員として先ほどの選手同様ですね、指名しましょう。そしてもうこれが最後ですね。やっぱもういいものは残ってないので、これでドラフトを終えたいと思います。あ、ほんで先日のドラフト会議の入団交渉の報告です。ピッチャーの牧、6巡目指名の選手ですかね。あと7巡目指名のレフトの飯倉、ピッチャーの杉山、3人は交渉が終了し入団が決定しました。それ以外の選手は上位指名の選手全然できてないけど、これからやっていかないとダメってことか。あかんあかんあかん。この3人だけじゃちょっと2年目やっていけないよ。契約金は合計で1億2710万支払いました。わわ、そうだ、資金のことも考えないとね。それからセンターのこのパワーのある選手、セカンドの東郷、ピッチャーの中尾、ドラ1選手ですよ。ピッチャーの高波の4人は現在入団交渉中ですが、まだいい返答がいただけていない状況なんで、誠意見せなきゃダメってこと？それでは GM に各選手の今後の対応を1人ずつお聞きしたいのですが、まずセンターのこのパワーのある選手はどうするか。いや、もう自分で説得に行きましょう。これは GM 直々ね。行く行く、お願いします GM で。この選手に関しても GM で行きますよ。自分で誠意を見せるってことはまず直接会うってことですからね。でドラ1の中尾、競合することなくね、結構このレベルが取れたのは嬉しいんですが、いい返答がいただけてないとのことなんで、これちょっと逃したら痛いな。ドラ1選手なんで、だから契約金をプラス1000万追加で、これでどうだ。でピッチャーの高波、高校生だったっけね、この選手は。こいつに関しても自分で説得に行く。これでいいでしょう。さあどうだ、いい結果が出ればいいですけどね。出てくれなきゃ困るんですよ。どうなったの？あ、よかった。パワーある魅力ある選手が入団決定だ。やっぱ誠意を見せることですね。契約金はちょっと高いがいいでしょう。で東郷もですね、こいつも高えな。あ、よかった。ピッチャー中尾もね、1000万追加したことによって承諾いただき入団してもらえるようになった。最後は高波入団断られました。なんでだよ。うちでやりたないんか。いや、そりゃそうだろうね。シーズン100敗してるようなチームですから。納得だよ。これ以上交渉も無理なようですとのことなので、7人指名したんですけども、獲得できたのは6人で、残念ながら高波は指名できずに終了ということになりましたね。マネジメントモードではこれがあるから、これがやっぱ通常のパワープロとかプロスピとは違う点なのかもしれない。難しいね。ほんと残念だよ。7人で野球したかったんですけどね。で契約金は合計で2億1010万円では、これで今年のドラフト関係の対応は終了ということになりますね。ピーマン GM さん、今週の FA 選手の交渉はどうしますか？そうだよね、まだまだ残ってますから目玉の選手がやっていきますよ。終わらない終わらない。行きましょう。誰がいる？まだ決まってないよな、確か。あれ、岸とかは目玉の。あ、まだ残ってますね。西武に愛着はあるが他球団の評価を聞いてみたいとのこと。ただ予想契約金が坂本を大きく上回る3億か。で、接触してる球団がソフトバンクと、もう球団資金の面に関してはこのチームに勝てるチームないでしょう。まずいな。最も関わってほしくないチームがすでにもう交渉してんのか。貴重なこの交渉回数はあと2回しかないわけですからね。だからその回数のことを考えたら、やっぱソフトバンクが接触してるということを考えれば、うち程度のチームじゃ無理かもしれない。リアルな巨人だったらそらいけるだろうけど、ソフトバンクに対抗できるだろうけど、そうじゃないからね。球団資金24億円しか持ってないし、激弱なチームがソフトバンクと競い合えれるわけねえじゃん。だから岸に関しては諦めて他の選手とっていう方がいいかもしれないな。助っ人外国人もいるからな。バレンティンもいるから、これも欲しいぞ。安くない？バレンティン1億3900万ですからね。おいおいおい、シーズンの本塁打記録保持者がなんでこんな安いねん。日本球界おかしいやろ。これなら十分取れると思うわ。ヤクルトの愛着度は高いと思うんだけど、必要としてくれる球団でやりたいって言ってるのであれば必要としましょう。俺たちがね、どうしようかな。これはやっぱ提示金額っていうのは選手の希望よりも予想金額よりも高いものっていうのをやった方がいいと思いますので、予想金額よりも約5000万近く高い1億8000万。これでまずは交渉オファーを出してみましょう。どうだ？伝統ある巨人という球団で野球やらないか、バレンティン。ペタジーニのようにヤクルトの戦力取ってやる。ラミレスとかのようにね。これやったらまたあの歴史再びだね。取れるかな。よっしゃー、バレンティンゲットだぜ。ほっほー。最強チームがもうすでに出来上がってないか。坂本いて、菅野いて、そしてバレンティンがいる。この3人いるだけで2年目は明るい未来を手に入れることができそうですね。まさか取れると思わなかったわ。見てくれ、先獲得したバレンティンの能力、えげつなさすぎるでしょ、これね。パワーもあるし、特殊能力も盛りだくさん、それは実績がある選手ですからね。この能力の高さに違和感はないわな。やっぱこの選手が入ってくれたことっていうのは絶対に大きいですから、また巨人のユニフォームもよく似合ってる。バレンティン、これから楽しく野球しようぜ。君と共に優勝を目指す最強球団を目指すよ。てか、もうなってるかな。バンデンハークとかまだ決まってないんだね。最後まで交渉するんだ。あと岸もだね。おそらくこれで決まるでしょうね。もう残るターンはあと1回しかないわけですから。その他、選手は残ってるんだが、やっぱ先ほども言った通り、これからのその球団経営の部分とかを考えるとですね、やっぱり、もういいかな。岸とか本屋取りたいですけどね。もういいんじゃないですか、これで。あとは、どこに行くのか見守っていこう。バンデンハークがいきなり動いて広島東洋カープに来季対決することになりますよ。ソフトバンクはカープに負けたんか。物好きやね、バンデンハークさんね。絶対ソフトバンクにいた方が金額的にも良かったと思うよ。このプロスピ2015年のバンデンハークというのは最強投手ですからね。厄介な投手がセリーグにやってきたわ。ほんでホンダがヤクルトに来た。ソフトバンクの選手が次から次へとセリーグにやってきてるよ。何なんだこれ。で、オリックスの中島がロッテへ行ったね。岸はどうなったの？オフに FA 宣言した選手で移籍先が決まらなかった選手は元のチームに残留が決定したようです。ってことは岸は動かなかったってことかなですね。西武ライオンズに、ね、います。また住谷も西武に残ってますから、 FA 宣言こそはしましたけども、このレベルは動かず、ただやっぱりね、セリーグに広島にバンデンハークが加入したりということもありましたので、いや、今年の FA 市場も豪華で、来年はもっともっと豪華になるでしょうね。お、ファン感謝祭の件、大盛況だったようです。いいね。球団人気も一気に13上がるんかい。資金は使うが、これならちょっといっぱいやらした方がいいんじゃないかな、なんて思うけどね。やれやれ、やっと終わったな。なんかいつもと服違くない？君、ゆきのちゃん。本当大変でしたね、年俸交渉は。でも、来年から選手との交渉ももう少しうまくスムーズにやれるだろう。お疲れさん、ゆきの。今日はもう帰っていいぞ。はい、それじゃあ失礼します。でも、お腹空きましたよね、ピーマン GM。おいおいおい、まさかのまさか飯連れてけってか、そのパターンだね。フグ？トラフグにしましょうじゃねえよ、お前。働かなざる者食うべからずって言葉があるだろ。あんた一番働いてねえんだよ。何もしてないけどね。選手の年俸は毎年1月開始時に更新され、1年間同じ金額が月額払いで選手に支払われますとのことだ。あ、そう。まあ、ひとまずは今年はもう終了だね。ほんで来年はまた1月から支払っていくっていうことになるんでしょうかね。うん。まあ、そういうことなんでしょう。小寺ちゃん、ちょっと広告頑張って。ネット広告ね。うん。資金得ていかないと。ちょっとコーンオフに使いすぎたわ。え？ピーマン GM、ドラゴンズから小寺さんの移籍オファーが来てますよ。選手じゃないよ、これ。あれだ、秘書の移籍オファー、そんなのもあんの？何事これ。中日ドラゴンズ。あ、秘書の金銭トレード。そんなのあんだ、秘書の金銭トレードって。ドラゴンズからうちに支払われる移籍金は3928万円だそうです。小寺も納得してんのか。どうします？いや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 。初めて見つけてきた、秘書スカウトで見つけた秘書なんですよね。で、今優秀で多く働いてくれてる秘書ですから、ダメだよ、承認できない。そんな秘書も数がいるわけじゃないんだから。こんな弱い球団から秘書まで引き抜こうとする球団があるんやね。恐ろしいね。 B クラスのくせにてめえこの野郎。断っといてくれ。そらそうだよ、大事な戦力なんだからね。びっくりしたわ。そして本日は12月28日月曜日。つまりはもう1年が終わろうとしている時がやってきてますから。うん。ま、もうこのまんま置いていこうかな。2015年はね。そして新たな2016年を迎えましょう。次へ。はい、来ましたね。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。次から次へとメドレー方式で出てくんだって。おめでとうございます。またかい。今年もよろしくお願いします。ハーレムやね。画面から一人消えたし。2年目が始まりますね。では頑張りましょう。そうだよ、2年目こっからのスタートになるんだから、やることやっていかないとね。ピーマン GM、 今年のキャンプ地の件ですが、どこにしますか？沖縄、宮崎、高知、ハワイ、こっから選択できるんだが、いやー、どうだろうね。ちょっと資金もだいぶね、結構来てるし、ここは一番低いけどバランスタイプの高知、5000万必要になりますが、ここにしましょう。もっと球団のそのね、余裕ができたら経営の部分で、ハワイとか行きたいですけどね。もう野球なんてどうでもええ、楽しみたいんですけど、今そんな楽しんでる場合じゃないからね、のんきにね。やることやる時期ですから。ちょっとそこのお兄さん。え、何このイベント。誰だよ。ここですよ、ここ。私、占い師なんです。占いはいかがですか？いらない、占ってもらう、逃げる。どうだろう、今後のちょっとね、ことも気になりますし、未来を占ってもらうっていうのもいいな。お願いします。あ、いらない。あ、しまった。やってもらおうと思ったんだけどね。いらないよ。占いなんて信頼してないから、お金ももったいないし。ケチ。でも今日は特別にタダでいいから見てあげますよ。私の占い結構当たるんですから。結局やることになるのか。いや、まあちょっとね、やってみましょうよ。気になるし。それじゃあ始めますね。点々マークが多い。なんだよ。出ました。今から言う道順の場所に行ってみてください。めっちゃいいことがありますから。1回しか言わないからよく聞いてくださいよ。これちょっと覚えておいた方がいいんじゃないの？いいですか？まずはこの道の1つ目の交差点を左に曲がる。左に曲がる。で、次の交差点を右に曲がる。さらに次の交差点を左、左、右、左で覚えておこう。で、最後まっすぐ。左、右、左、まっすぐね。OK。するとその先に何かいいことがありますよ。ただし、早く行かないと間に合いませんからね。じゃあ、頑張ってください。なんなんだよ。何があるのか気になるから。まずは左だよね。間違えないように。で、次、右だ。左、右、左、まっすぐだから。で、左。で、最後まっすぐだ。これでいいことにたどり着けたんだろう。あれ、あなたは何これ。はじめまして、シトリと言います。すげえ名前のやつと出会ったよ。初めて見たわ、こんな名字。あなたはジャイアンツの GM ですよね。占い師に言われまして、ここで待っていたんですが、結構当たるものなんですね。で、コーチとして私の力は必要ありませんか？投手コーチか。結構おんのやけど、ただこの投手コーチ結構優秀だね。能力も高そうだし。どうしようかな。まあコーチもそんないないんでね、雇うだけ雇っておきましょうよ。頑張ってどうぞ。すげえ名字の人ですけどね。ただもっとなんかビッグなことを期待してたんで、ちょっと残念でしたね。もっといいこと起こってほしかったですよ。で、何これ？ご依頼でした。ネット広告の件529万円で自己中。ダメブログなんだよ、それ。お前、そんなブログやるんじゃねえよ。無能やね、あんたね。これ中日ドラゴンズ欲しがったん？なんなら今からでも差し上げてもええけどね。移籍オファー受けようかな。もう一回断ったからダメなんだね。本年度の分ご返済どうもありがとうございました。これは融資してくれてる佐藤さんだな。まずまず順調なようで何よりです。ではこれからも期待しておりますので今後ともよろしくお願いいたします。とりあえず1年目はクリアってことかな。返せたんだ。10億円ね。ただ、これね、だんだん増えていくんですよ。2年目20億とかじゃなかったかな。で、最終的にトータルで100億円返済するのがこのモードですから、ここで、その融資を毎年決められた分だけ返済できなかったらこのモードはゲームオーバーになるんで、1年目はとりあえずゲームオーバーは回避できたが、ただね、資産がこれだけになっちゃいましたので、これからもっともっと稼いで次のね、年のものを返さないと、そこでゲームオーバーになりますから、全然良くないですよ。資金も多く減ったし、5億しかねえ。どういうことやねん。やっていけへんやろ、これ、プロのチームで。はい、じゃあ、マネジメントモード実況4回目の今回は2016年1月25日時点で終了して、次回この続きから始めていくよ。先ほども言った通り、まず1年目に借りていた金額に関しては返すことができたので、ひとまずはクリア。まあ、正確にはゲームオーバーにならなかったっていう言い方が正しいかな。ただですね、資金がね、5億しかなくなっちゃったので、こっからですね、またいっぱい調達して、またそして新たな戦力でですね、楽しい野球をして強くなって、そして最強チームを目指す。それがこのシリーズの目的ですからね、今のところは何にも果たせてないですが、また次回の動画から2年目シーズン戦っていきたいと思いますのでね、今回ここまでご視聴いただきありがとうございました。ググググバイまたも。